男に貢いだバカな女を沈めに来たら、中学時代の同級生だった。背伸びして遊んで早く大人になろうとあがいていた子だ。10年前、卒業式の日だった。呼び出された二人きりの教室。返してと彼女は手を突き出した。何を？あんたにバンダイ貸したやん、500円。そういえばと思ってポケットを漁ったが、出てきたのは300円。しゃあないな、ほな学ラン貸して。学ランを渡すと彼女は器用に第二ボタンを外し、借金の方にもらってくと笑うと、そのまま走って行ってしまった。それきりだった。あんな男に引っかかってほうか。彼女が俺を睨む。あれまだ持ってるか。彼女のバッグから色あせたリボンが結ばれた学ランのボタンが出てきた。パン代利子つけて返済、これは返してもらう。アホはあんたや。泣き出した彼女の顔は10年前より幼く見えた。